四国のよさこい祭りに、京都の雅楽と舞。これは星野リゾートが各地の宿泊施設で用意している秋冬のイベントです。地域の魅力を地元の人と仕掛けるサービスに力を入れています。大阪新世界のホテルでは、マイソース診断にチャレンジします。甘党ですね。トロトロさ、トロトロの方が好きです。ポップにします。つづみいちじくソースになりました。50種類の関西の地場のソースから自分に合ったものを選べます。こちらの香りをテイスティングいただきます、ありがとうございます。あ、フルーティー。ソース料理に合うワインも揃い、大阪文化を楽しめます。また奈良にはこんな注目のホテルも。着々とたまたま監獄であったということで、それをホテルにするっていうところが今回の最大の特徴だと思っています。2026年の春、国の重要文化財である旧奈良監獄を改装したホテル星野屋奈良監獄をオープン。赤レンガ造りで明治時代に完成した五大監獄の一つです。世界の仲間入りをするためにですね、中に入るとですね、一応ここでこう区切りがあったんだなっていうのはなんとなく残ってですね、すごく、独房感がしっかり残るラグジュアリーな部屋っていうちょっと不思議な感じになるんですね。監守が立つ監視所を中心に収容棟が放射状に伸びている構造はそのまま残し、独房を改装した客室は48室。レストランも個室です。ちょっとこうやはり監獄だったんだなってことを感じていただきながら快適に過ごしていただくということはすごく重要だと思ってます。